ティータイムに、3時のおやつに、いかがですか？サクサクのクッキー生地と程よい甘さのリンゴがベストマッチ、ミニタルトタタンをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずリンゴは皮を剥いて微小切りにし、塩水にさらします。塩水にさらすことでリンゴの色が変わるのを防いでくれますよ。鍋にバター A を熱し、水気を切ったリンゴを入れてさっと炒めます。グラニュー糖 A を加えて軽く混ぜ、蓋をして弱火で蒸し焼きにします。焦げないように時々かき混ぜ、飴色になるまで焼きましょうね。バター B は1センチ角に切ります。ボウルに入れ、薄力粉とグラニュー糖 B を加えます。指の腹ですり合わせながら混ぜます。ポロポロになったら溶き卵を加えてまとめましょう。生地を4ミリの厚さに伸ばし、プリンカップの底の大きさに合わせて型抜きします。プリンカップにバターを薄く塗り、リンゴを7分目くらいまで詰めます。蓋をするように型抜きした生地を乗せます。200度に予熱したオーブンで10分から15分焼きましょう。熱いうちにカップから取り出して冷ませば出来上がりです。一口サイズで食べやすく、紅茶との相性も抜群の一品です。ぜひお試しください。